冬月をお引き渡しいたします。護衛艦冬月を受領しました。平成26年3月13日防衛大臣小野寺五典。射旗降下。自衛艦旗授与。本艦冬月は本日をもって第三護衛隊軍に編入され、舞鶴に開港後直ちに訓練を実施することとなります。隊員所管においては訓練に精励し、一日も早く本艦が任務に即応しうるよう最善を尽くすことを期待してやみません。隊員所管におかれては四面環海の島国である我が国において、国の平和と独立を守るのは自分たちであるという気概を持ち、北三門博艦長指揮統率のもと一致団結任務に精励し、良き伝統を築くよう切に希望いたします。